はい。ゲームコレクターの酒館です。チャンネル登録よろしくお願いします。先日ね、えー、秋葉原文化祭2024というやつの中で、レトロゲームトークショー、レトロゲームシンドロームというのがね、あの、開催されるというお話をさせていただきました。まあ、告知って言えばいいのかな。させていただいた、いただいたんですけども、今回ね、ちょっと新しい情報が出てきましたので、というか昨日ね、出てきたんで、ちょっと今回新しくまたアップデートしていこうかと思います。ということで、こちら。 秋葉原文化祭のサイトです。これね、えー、今年も秋葉原にて秋葉、秋葉カルチャーが集結する秋葉原文化祭2024を開催ということで、これが2024年10月12日から11月4日に、まあ、開催される、まあ、秋葉原を、まあ、の周辺のイベントがあると、まあ、そんぐらいでいいんですけども、これパーっと見てみると、 えー、実施企画ということでね、あの、イベント会場がいろいろあるんで、そこで何が行われるかっていう中で、エド江戸っ子スタジオイベントっていうのがあって、まあ、前の、前に見た時にはね、これぐらいの情報だったんですけど、ここに追加されました。はい。ということで、えー、レトロゲームシンドローム、日程10月12日土曜日。 ということになってるんですけども、これね、ちょっとここ今、会場17時、開演18時って書いてあるんだけど、隣のね、レトロゲームシンドローム、このレトロゲームってやっぱり楽しいっていう、この、あの、なんて言うなんていうだろう、このビジュアル <laughs> の方を見ていただくとわかるんですけど、あの、10月12日のね、16時会場、17時開演になってるんですよ。 でこっちが正しいので、このちょっと秋葉原文化祭などっかで訂正入ると思うんですけど、これ16時開場、17時開演ですので、ここ間違えないようにしていただきたいんですが、ちょっと読んでみますね。著名なゲームコレクター2人が登壇するレトロゲーム好きには見逃せないトークイベント。 とといいううことで、著名なっていうか、本当に著名かどうかはちょっと置いといて、<laughs> まあとりあえずゲームコレクターさんが2人いるということですね。で、また、えー、現役声優でが、えー、多数在籍する e スポーツチーム、声優 e スポーツ部から大のレトロゲーム好きとして知られる声優の月城亜美さん、同じく e スポーツチーム、サイバーディークで活躍する、 活躍中のプロゲーマードリさんも参戦。レトロゲームを主軸にしつつ、近年ますます盛り上がりを見せる e スポーツの話など、新旧問わずゲームにまつわる様々なトークを繰り広げる。チケットの購入はこちらということで、チケットはライブポケットにて10月2日12時より、えー、販売開始。で、前回ね、この告知した時が発表されたのが11月1日だったんですね。なんでその時動画撮ったから、この 10, 10月2日のこのチケット販売前だったんで、ここの情報が僕もよくわかっ 今はこのチケットのねこのライブポケットというところのサイトがちゃんと用意されているのでちょっと見てみましょうか。ということでこちら「レトロゲームトークショーレトロゲームシンドローム」ということでそういえばんあれ レトロゲームを主軸にしつつ、近年ますます盛り上がりを見せる e スポーツの話など、新旧問わずゲームにまつわる様々なトークを繰り広げるってことは、レトロゲームシンドロームなのかな <laughs> っていう。なんかこう、ゲームヒストリーシンドロームとかなんか違うんじゃないかなって気がするけど、まあまあでも、まあ一応、呼ばれてるのが僕とかね、あの、ああ、そうちょ、著名かもしれない、著名かもしれないレトロゲームコレクターの僕と、PC エンジン研究会さんが、まあ、 出るんですけども、一応そういうイベントが、まあ、これね、2 0 2 0年10月12日のね、えー、16時会場、17時開演で行われるということなので、ぜひね、皆さんご興味ありましたら、ちょっと早めにね、こう告知をしないと、やっぱり皆さんの予定というのがあると思うんで、一応10月12日なので、まあ1週間以上前なんで、こうね、もう一回連呼するがのごとく動画を作らせていただいています。 で、一応こう、イベント名ね、レトロゲームシンドローム、10月12日、会場16時、開演17時、終演18時半予定。で、グッズ販売16時から17時予定。まあだからこれはあれかな、会場してから開演までの間にグッズ販売やるのかな。ちょっと僕はグッズないんで、実際どうなるかわからないんですけど、一応こういう予定になっています。で、場所がね、神田明神、えー、文化交流館、 江戸っ子スタジオということでね、チケット代3500円税込みなんですが、僕ね、この神田明神文化交流館っていうの知らないんですよ。だから、あの当日ね、初めてそこに行くんで、まあ、ちょっと早めに行こうかなとは思ってるんですけど、まあ、とりあえずね、まあ、ここに会場マップアクセス方法はこちらっていうのがあるんで、これでちょっと調べてみると、一応こういう感じで会場がね、詳細がマップになっています。 で、これだけだとね、ちょっと住所があってね、ちょっと近辺の、この赤い、この赤いポチですよ。なんですけども、まあ、ここで見ると、一応ね、下に交通情報で、中央線、総武線 JR ね、のお茶の水駅の、これはなんていうの、聖橋っていうのかな。まあ、聖書の聖に橋に口で、わかんない。何口かわかんないけど、これから、ここから5分。 で、山手線の秋葉原より7分。で、お茶の水、これは東京メトロか。のお茶の水から、えー、っと、徒歩5分。で、新お茶の水から、えー、えー、5分。ということで書かれてんだけど、これだけ見るとね、あの、どこに地下鉄があるのかよくわからんので、ちょっと1個広げてみると、で、こうやって見るとね、なんか、末広町近くね、っていうね、この多分、 縦,縦サイズがこれだからあの多分この,この上か下かのどっかにね駅があるのかなって気がするんだけどとりあえずこうやって見るとなんかあの末広町近そうなんだけども残念ながら末広町から何分かは書いてないと <laughs> いうことになりますだから末広町があそこにあるってことはあの十字の辺りにとちょっと前にあのお亡くなりになったあのあのお友達的なゲームショップがあったあの辺ですよね なのでね、まあ、こうやって見ると、ここが一番、このマップ的には近いような気がするんだけど、で、もう一個ね、広げてみると、まあ、お茶の水の駅はさっきからちょっと見えてたんだけど、秋葉原の駅もちょっと下の方に見えてきて、お茶の水からこっから5分らしいんですよ。だから多分、末広町からはそんなに遠くないのかな。3、4分で行けるのかな、とか。で、秋葉原からだとあれで7分でしょうか。この距離で7分だから、まあ、秋葉原から行った方がいいのかな。 うんまあ、とにかくこんな場所でああのこう,こう、えー、イベントが開催されるのであの皆さんもね是非ご興味ありましたらまずはあの場所とね時間とねあとチケットの購入方法もありますので一応こう 今回紹介した3つの、3つのページというか、えっ、ー、と、秋葉原文化祭のページと、レトロゲームトークショーの、ね、このライブポケットチケットの、ね、ページと、あとこの会場総裁のページ、これ全部概要欄にリンク貼ってありますので、あの、ご興味ある方はぜひ見てね、一度ご検討いただければと思います。はい。ということでね、ちょっと僕自身もまだ、実はあ、足を踏み入れたことがない神田明神文化交流館、というか秋葉原に行く でもそこまで足を伸ばしたことないな。どうなってんだろうあの辺。まあ、とにかく僕もねあのまず会場に行くことが楽しみなんですけどもぜひね皆さんもあのご興味ありましたら。 とりあえず、ここまでのお勉強をしていただければと思います。またなんか詳細が決まったり決まんなかったりね、いろいろあると思うので、何かありましたら、また動画を作るなり、あと、え、日曜0時間生配信でもね、質問いただければ、答えられる範囲で、まあ、なんか、あの、話をすると思いますので、今後もうちのチャンネルを、あの、注目していただければと思います。はい。ということで、このチャンネルにお会いいただける方は、グッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。あと、僕に質問があったり、こんな企画やった方がいいよとか、こういう いう理由でこんなゲームプレイした方がいいよなとアイデアがありましたらぜひコメントください。また動画の拡散 SNS での動画の拡散よろしくお願いします。以上酒館でした。